皆さんこんにちは、ナミです。今回は私が18歳の頃から今年もう22歳になるんですけど、スライに入社して今に至るまでのいろんな髪の毛をやってきたので、そのヘアをちょっと紹介していきたいなと思います。結構インスタとかでも質問いただいてたりとかしてたので、こちらにね写真が入ってるので、こちらを見ながらちょっと紹介していきたいなと思います。この辺にその時の当時の写真があるので、ぜひ参考にして見てみてください。では早速やっていきたいと思います。すごい、ね、はい、ということで、まず最初に、じゃあ18歳の頃からのヘアについてですね。はい、こちらです。シンプルな髪型が好きだったので、入社したての時はこのぐらいだったんですけど、今より少しだけ長いぐらいかなだったんですけど、そこから伸ばしてて、でちょうどこの写真だと冬前ですね、秋ぐらいの写真になるので少し伸びてるんですけど、結構シンプルになんか女性らしい感じの雰囲気のお洋服だったり、あとはヘアとかスタイルが好きだったので、かき上げで黒髪でうねうねうねっとした感じのやつをやってましたね。この写真見ると普通の地毛かなと思うぐらい黒髪だと思うんですけど、これも全部美容院で染めてるカラーになります。では次ですね、この写真もそうですね、これはもう入社したての秋冬の洋服を着てる時で、ちょうど多分秋冬が立ち上がったぐらいの頃の写真になるかなと思うんですけど、ちょっと攻めた格好をしてますね。かわいい、このロンパース買っとくもよかったと思って。いや待って、なんかヘアのことじゃないことも喋っちゃうな。この時はかき上げをやめてセンター分けにして、もうセミロングだったので、くる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 っとちょっと癖っぽく巻いてる感じのスタイルになります。なんかね、この時ポージングが分かんなくて、常に横向いたりこう目線そらしたりとかよくしてたなっていう思い出がちょっとこれなんか置こうかな、こいつを、これ良くない？そうすると、こんにちは温泉に友達と行った時の写真なんですけど、この時も黒髪で、さっきの部屋とは何も変わりません。でもね、この部屋結構ずっと続いてて、結構なんかやっぱ入社したての当初は自分がどういう系統が好きとかこうなりたいとかっていうのも全然なかったので、そういうスタイルばっかつけましたね。あとこの時は本当になんか洋服もブラック系が多くて、もうスキニーにフラットシューズにニットとか秋とかだと全然超シンプルだったから。でこの今の写真が、あの美容院に行った時に美容師さんに撮ってもらった写真です。顔がめっちゃ幼いし、眉毛何これって感じなんですけど、なんかもう眉毛が薄すぎるし、なんか大丈夫って感じですねこの時はすごいお化粧も薄くて、今とは全然違います。はい、でこの写真は仕事帰りというか仕事終わってお家で撮ってるんですけど、お母さんのカーディガンを着て撮ったやつ。髪の毛何もスタイリングしてなくて、結構長さもあって黒髪でサラッとした感じだったから、本当にアレンジもしやすくて、その時の髪型に戻りたいぐらい。もうね、今の髪型のね長さがすごい飽きちゃって。でこの写真は友達と海に行った時の夏の写真です。これも真っ黒に見えるんですけど、あえて黒に染めてて、もう黒大好きだったから黒に染めてました。格好もこういうなんかファーのアウターとか着ちゃうぐらいちょっと綺麗な感じ。このコーディネートとか見てもらうと分かるけど、今の全然私とはかけ離れてます。まあ、約3年ちょっとでこんなにも人は変わるんだということですね。これも美容院に行った時の髪の毛です。これもまだ18歳の頃で、秋冬のもうメイクしてるので、多分これはもう真冬でベーム巻きをしてる。この時は癖巻きってよりは、私はウェーブ巻きにすごい流行ってて、あのお休みの日とかお仕事の時も常にウェーブをしてました。こう波巻きで、ね、こういうやつで、これは友達の誕生日プレゼントを私が買って、私の誕生日プレゼントを買ってくれたのか、友達が。この時の洋服とかも黒のチュールのスカートとか履いてるからね、今じゃ絶対ありえないんですよ。こんなん持ってないよ。もうこれも
りょうさんっていう美容師さんにいつもやってもらってたんですけど、この方にやってもらった時、これはネイビーですね、グレージュっぽいネイビーにしてもらった時で、いつもなんかその真っ黒に染めてくださいっていうオーダーをしてるんじゃなくて、抜け感のあるグレージュが入ったネイビー、落ち着いた色味にしてくださいみたいな感じでいつもオーダーしてました。そのね、りょうさんすごいね、抜け感のあるカラーがすごい得意なので、よかったらぜひ行ってみてください。で、こちらの写真はそうですね、ダウン着てるので真冬ですね。この時は多分センター分けよりもかき上げがまた自分の中でトレンドが来てたのか、かき上げヘアですね。今じゃ絶対やらないけどな、かき上げなんて。で、このコーディネートは多分2年目19歳ぐらいの時の写真になってて、スナップって言ってみんなでお仕事の前とか早く行ったり、あと休憩時間とかに撮ったりするんですけど、自分のインスタに上げる用のスナップを撮ってもらった時の写真です。このパンツすごい形綺麗だったの覚えてます。この時もなんかこうちょっとサラッとした感じで、あんまりぐるぐる巻くの好きじゃなかったから、こんな感じで巻いてました。この辺は結構あんまりすごい変わるっていうのはないかな。もうずっと瞑想しててもこの髪型が一番可愛いと思ってたから、ずっとこれやってた。で、これも美容院帰りで、この時はセンター分け で格好とか見るともう本当に今じゃ考えれないぐらい、もうこの服持ってないしみたいな、綺麗めですね。で、この写真は2年ちょっと行ってるランドっていう美容院いつも行ってるんですけど、その舞子さんにやってもらった時の部屋になります。これインスタ上げたらめっちゃバズった時の写真、出勤前に先輩に撮ってもらって、これはりょうさんの時か。この時はもう前髪がここまで顎ぐらいまであって、髪の毛も長かったから顎ぐらいまで前髪にして、こうレイヤーをちょっと入れて動きが出るようなスタイリングによくしてもらってました。このメロンクリームソーダ食べてる写真とかめっちゃ化粧濃いですよね。今じゃ考えれないけど、これは本当に何もノーセットの状態のやつ、先輩とねオールした次の日ね、カフェ行ったんですよ。で、次これ。これめっちゃ若い。これはね、めっちゃ懐かしい洋服着てるんだけど、これすごい人気だったな、このシリーズ。この時は、こうちょっとうねうねうねっとした感じで、もうメイクとかも絶対外羽に赤リップみたいな感じでした。もうそれが私のもう、何ですか？なんて言うんですか？そういうの。なんて言うんだっけ？そういうのが流行ってたんです、自分の中で。これは友達とお花見に行った時の写真で、この時の格好とかワントーンコーデしてるけど、今じゃ絶対考えれないね。やっぱり髪の毛もロングだったんで、こうハーフアップにして、ちょっと低めのハーフアップで後ろにお団子をして、こうやって動きを出るように結んだ時にシュッシュッって、わかります？シュッシュッってやってました。で、この写真はお休みの日かな。髪の毛がもうこの時すっごいサラサラだったから、この時の景色に戻りたい。この写真はランドの時の写真ですね。美容院行った後、この時もやっぱりアパレルをやってるとっていうか、私のブランドとかはこの SS と AW、 春夏秋冬でヘアカラーが4個ぐらい決まってるんですけど、その中で自分に合うやつだったりとかっていうのをスタッフの人たちと決め合って、でその髪色にしたりとかするんですね。で、私もそれで結構ダークトーンのヘアカラー担当みたいな感じだったので、その時はなので常にずっとこういう感じの黒髪でした。でもね、途中から飽きてくるんですよ。で、結局ハイトーンにしたいなと思うけど、でもそれがあるからダークトーンをずっとやってて、この写真もそうでしょ。これとかもそう。なんかロングで暗いトーンだと、その当時はすごい飽きちゃってて、何しても普通になっちゃうのがすごい嫌でっていうのは常に思ってたけど、そのスライのビジュアルスタッフをやったので、それをやっぱ破ることってなかなかできなくて、前髪も長さ変えてみたりとかっていうのはよくやってたんですけど、まあ、あまり変わんないかな。 1,2 年間ぐらいは黄色い T シャツのやつとかめっちゃ気取ってます。で、これが AW のヘア撮影の時に美容師さんにやってもらったやつで、この時はちょっと下がアッシュっぽい感じの色味にしてました。可愛いですね、この髪色も。で、ずっと前髪なかったんですけど、入社して2年目ぐらいの8月、もうやっぱりイメチェンしたいと思って前髪をバッツリ切ってもらいました。で、結構多めに切ったので、その時本当に見慣れなくて、見てください、この写真とかで、ね、カツラみたいですよね。今思うとなんかすごい不自然だけど、その時はこれがね可愛いと思ってた。これはその当時の夏の浴衣の写真、見ると本当にパツンって感じで、黒だし重たいし、はい、でこの写真とかも
絶対こんな格好もしないんですけど、もう今の私とあんまり逆すぎて、まあ、この時のね服装も可愛かったっていうか、そういうのも好きだけど、今はやっぱ個性的な方が好きなので、でこの辺からやっと自分のスタイルがやっと分かるようになってきました。鏡越しに撮ってるっていう、これはですね美容院帰りに撮った写真。もうこの時は逆に黒髪パッツンのストレートとかちょっとウェーブかかってるっていうスタイリングで、少し強めな洋服を着ることが増えたので、そういう感じのスタイルが好きでしたね。これとかサングラスとかもこの時ぐらいからすごいかけ始めるようになって、もうサングラスが発売すればめっちゃ買うしみたいな感じで揃えまくってた。いろいろ買ってました。いっぱいいっぱいあるからね、サングラス。でもね、何個あっても足りないんですよ、洋服もサングラスも化粧品もね。これは友達とディズニーに行った時の写真です。もう特に何も買わないですね。で前髪はあったんですけど、このまま入れ込んで帽子にインしてました。当時とかだとよくどうやってそのまま前髪入れてるんですかとか言われるんですけど、そのままぐちゃって入れてみたいな感じだったから、別にそんな何も気にしてなくて、そういうなんかディズニーとかの帰り道はさすがに帽子を最寄り駅まではつけれなかったので、ピンとか持ってってちょっとヘアアレンジしたり、あともう髪の毛隠れるようにゴム持ってったりとか、もともと準備していってました。これヒョウ柄の帽子ね、これ大人気だったな。これはスライのイベントで髪の毛をやってもらった時で、初めてこんなモリモリというかくるくるに可愛くヘアアレンジしてもらったので、すごいね嬉しかったんです。懐かしいな。そう、たまにこうスライのイベントがあるんですけど、ちょっと今はねコロナとかでできなくてあれなんですけど、あるとすごい楽しいので、ぜひ20歳以上の方はまた次回あれば遊びに来てください。これもその時の写真で、これはカメラマンさんが撮ってくれたやつで、この辺もまた深めの真っ黒の色を入れてダークトーンなヘアスタイルをずっとしてて、でこの時ぐらいからちょっと前髪が薄くなり始めます。こうサイドにこう分けるようになって、でここら辺だけこの中心部の部分の前髪の部分だけをちょっと薄めにしてました。でこれはスライの SS のヘアの撮影の時の衣装と髪型です。自分じゃねあんまりこうやってうまくできないんですよね。でこれはもう大人気だったピンクのトレンチコートを着た自撮りの一枚なんですけど、この時は本当になんか癖っぽくパチの部分ぐらいからこうくるくるくるって巻くのがすごい自分の中でトレンド で前髪もただワンカールってよりはこううね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 ってするのが好きだったなっていう感じです。っていうのと、これは成人式の時の写真です。成人式の時のヘアは地元の美容師さんにやってもらいました。セイカをつけてて、私はかすみ草をめっちゃここにつけました。なんかでも今思うと、もっと派手髪にしとけばよかったなと思って、ちょっとだけ後悔してて、これはね、あ、そうそう、こういうね最後にねヘアピンアレンジすごい流行ってましたね。この時私だけじゃなくて、普通にいろんなスタッフがやってたり、いろんなおしゃれな、まあ、グラマーさんとかをみんなやってて、あのショップスタッフとかもそれの真似したりとかよくしてました。愛犬、愛犬じゃない、愛猫っていうのかな、猫ってなんていうの、愛犬じゃないもんね、あの自宅で飼ってる猫ちゃんのツーショットです。この時はもう左右に分けてます。ある程度の長さが前髪出てきたら、こうもともと乾かす時からこうちょっとサイドにこう避けるっていう風に根元の部分から癖づけると分けやすかったです。今もやってます。で前髪を出したい時はこの写真の時みたいな感じで、もう濡れた状態の時からこうシャシャって根元の部分にこうやってこういう感じでこすって、で前髪を全部出して、あのちゃんと熱で温めてあげると結構こう割れにくいです、私流ですけどね。でこの時もずっとくるくるでっていう感じでトップから巻いてました。これもそうでしょ。でお休みの日とかはもう巻くのめんどくさい時とかはそのままストレートにしてって感じなので、もうこの2年間ぐらいずっと黒髪ですね。ほぼこの辺もずっとそうでもそうでしょ。でここからですね、雰囲気を変えたくて、人生初めてではないか、高校1年生の頃にやったんですけど、オンマユにしました。オンマユのね、ロングめっちゃ可愛いですよね。オンマユロングやりたいけどね、伸びない毛がまだ。切りまくってたから。これとかもね、オンマユロング。ぜひ今ロングの方は
おんまゆにしてみてください。しかもやっぱこの時ってすごいおんまゆ流行ってましたよね。もうなんかみんなおんまゆで、で私もこの時おんまゆだったんですけど、うちの店舗のスタッフとかも結構おんまゆが多くて、もうみんなおんまゆみたいな。なんかインスタライブとか撮影とかで会うとみんなおんまゆで、もうみんなおんまゆじゃんとかってよく話してた。これもそうでしょ？この赤いワンピースもすごい人気だったな。おんまゆちゃん。ね、おんまゆの時はあえてこう帽子とか被る時も出して均等にこう綺麗にして深く帽子かぶったりしてた。おんまゆにしたくなる。懐かしいこの写真とかも。でもおんまゆの期間結構長かったかも。なんか写真がめっちゃ多い。これはあのスナイの AW のヘアメイク講習の時にやってもらったやつですね。おんまゆでヘアアレンジもめちゃめちゃ可愛いです。でここから一気にオレンジヘアにしました。この今の髪の毛よりはもうちょっと暗めのオレンジなんですけど、オレンジヘアにして、これすごい好評だったな。だから今私オレンジなんですけど、もうこのまま伸ばす予定ではあるので髪の毛も、だからそのままオレンジにしようかなみたいな。どっちがいいと思います？オレンジと黒でもね、あんまオレンジでロングっていなくないですか？だから私はなんかこう人とあんまり被りたくないタイプなので、オレンジにしようかななんて思ってます。これもオレンジのおんまゆロングです。ちょうど1年前ですね。でこの辺がずっとオレンジで続いてて、でその後少しだけ暗くしました。少しだけですけど、でもオレンジからのこうちょっと暗めの色を入れるとかなり印象変わるかなと思います。懐かしい。だけどね、暗くしたら暗くしたでね、オレンジにしたいってやっぱ思うんですよ。そう、この辺全部それですもんね。でその後に本当に冬か11月ぐらいの時に赤っぽく色味を入れました。で一回暗めの色入れちゃうと、あのもうまたブリーチとかしなきゃいけなくなっちゃうので、なので最初はちょっと我慢してオレンジの色じゃなくて、赤の色を出ました。これも全部そう。で12月中旬ぐらいかなの時に一気に髪の毛をロングからセミロングに切って、ここは黒にして、で前の部分だけをブリーチして色を入れて、ツートーンっていうのかなのヘアにしたの。これすごい気に入りだったけど、意外となんかやっぱり洋服を合わせるのが難しいっていうのと、なんかそのお店に立ってるといろんなお洋服を着たりとかするので、なんかそういうのにやっぱテイスト的にも合わなかったりして、ちょっとあまりあの良くなかったので不評というか、なんか身近な子とか友達とかすごい可愛いって言ってくれたんですけど、まあちょっとねこの時はあんまり不評だったので、速攻髪の毛を切って染めました。この時本当にもう荒れてましたね。いろんな髪の毛をやりたくて、でもずっと切りたいとも思ってたから、髪の毛をこの後に私はねバッサリ切るんですよ。それがこの写真ですね。今の長さよりもちょっと長めで、もっと赤っぽい色味になってます。この時の髪型もねすごいね好評だったんだけど、速攻飽きちゃって、でその後に前髪を出してくるくるのパーマっぽく巻くっていうのが自分の中でのトレンドだったので、それをめちゃめちゃやってたの。ぐるんぐるんでね。でもぐるんぐるん可愛いですよね。でも巻くのがねちょっと時間がかかってすごい大変なので、でなんかちょっと巻くのめんどくさいなって時はもうオイルペペペって言って、まあ今みたいな感じでくるんみたいな感じで終わらせて、下ちょっとワンカール、まあこれより長かったので下ワンカールにしたりとかしてました。でその後ですね、もっと私は荒れ始めて、髪の毛をもっと短く、顎よりもここぐらいまでざっくり切ってハイトーンにしました。2回ぐらいブリーチ、2、3回ブリーチしたかな。で計2、3回ブリーチして、その後色を入れてみたいな白っぽい感じの色にしました。結構一気に雰囲気も変わって個性的になったかなと思うんですけど、私はなんかそこで、あこういうスタイルが好きなのかなって思って、より明確になんか自分のお洋服こういうのが好きっていうのが分かったりっていうのが分かって楽しくなっちゃって、でいろいろそこから研究したりして
前髪ちょっと出してこんな感じでまあ結んでみたりとかしたりもしたんだけど、やっぱりこの白っぽいハイトーンって傷んでるように見えてしまうのがすごい嫌で、その後自粛中、ちょうどその後もすぐコロナになってしまったので、その自粛中に自分でセルフカラーをしてアッシュの色にしたんですよ。そう、しかもね、これね、セルフカラーしたのに、カラー剤が、白髪染め用の、たまたま買ってたみたいで、まあ、色はすごい入りやすかったんですけどね、なんで白髪染めを買っちゃったのかっていう、またそういうところがあるから、本当に。なんかそういうパッケージとかよくちゃんと見ないので、皆さんはぜひちゃんと見てください。で、そこからずっとアッシュ系の感じだったんですけど、なんかちょっとやっぱ違うかもと思い始めて、でその後に美容院にやっと自粛期間が終わって行けるようになって、ちょっと暗めのオレンジを入れてもらったの。2回ぐらいそれをやった後に、やっぱりもっとオレンジにしたいってずっと思ってたし、これが一応スライの AW ヘアのカラーでもあるので、私は今回にこのぐらいのオレンジになったっていう感じです。以上になります。どうですかね。結構このね、3年ちょっと、まあ、4年弱ですごいなんか雰囲気も変わったし、ファッションも好きなものも変わったし、メイクも変わったし、やっぱりなんか女性ってすごい変われるから楽しいなって、ね、なんかこう振り返ってるとより思いますよね。なんか若かったなと思いながらも、まあ今もまだ若いということで、はい、もっと素敵な女性になれるように、もっともっと自分磨きを頑張っていきたいと思います。何これって感じなんですけど、ということで、私のヘアの歴史をちょっと皆さんに紹介しました。イエーイっていう感じです。はい、今回も最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。あ、こんな動画見たいとかあればぜひコメント欄に書いてください。バイバーイ。